どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度の問31から問40までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードすることができますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問31番です。胃腸に作用する薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は正解、それから B なんですが、生産作用を目的とする成分と、牽引作用を目的とする成分は同時に配合されることはないということで、はい、アプローチの仕方が違うので、これ同時に配合されることもありますので、これ B は正解となります。それから C、成長薬には医薬部外品として製造販売されている製品はないよとありますけど、ありますので、これもですね、お薬屋さんの許可を取っていないコンビニエンスストアだったりとかスーパーとかそういったところにも陳列して並んでおりますので、ぜひぜひちょっと見ていただくとイメージしやすいかなと思います。はい、ということで C はこれ、製品ありますので、C は誤りとなります。はい、そして D は正解ということで、4番が正解となりました。では次に行きましょう。問い32番です。牽引薬に配合される生薬成分及び胃の不調を改善する目的で用いられる漢方処方製剤に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、B、C、D 全部正解ですね。なので、じゃあ次行きましょうかって言いたいところなんですけど、そうですね。例えばですね、A と B の大爆線ぶり、このあたりは起源植物名がよく聞かれてきますので、しっかりと、何かのどこの部分を使うのかというところもですね、押さえていただきたいと思いますし、特に、センブリとかはですね、すごくこう苦いんですよ。センブリすごくバーって苦いので、なので、そういったところではですね、昔、こう、テレビのクイズ番組とかでもですね、なんか苦いお、罰ゲームでなんか健康に苦いお茶とかで、うわー苦いとかって言ってるのがセンブリ茶だったりしますので、そんなところぜひですね、センブリ茶もし手に入るのであれば、入手していただいて、味わっていただくといいのかなと思うんですけど、はい。で、そんなところではですね、あとは C は、アンチュウ酸、こちらはですね、腹部筋肉が弛緩する傾向であるということで、弛緩ということは力が入らないので、緩んできます。なので、なんで力が入らないのかというと、冷えちゃってるんですね。はい、なので、アンチュウ酸を使うタイプの人っていうのは、ものすごい冷たいものを大量に取ってしまって、冷えてしまってるようなタイプの人に使っていきますので、C はですね、そのところに注目していただくといいと思います。それから D、これ難しいですね。立君子糖は稀に重篤な副作用として肝機能障害を生じることがある、知られるということで、これどうなのかなというところではそうなんですよ。これあるので、これはですね、ちょっと難しかったかなと思います。はい。ということで、全部正解の5番が正解となりました。では次行きましょう。問い33番です。腸の薬の配合成分とその成分を配合する目的の関係の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、ピコスルファートナトリウムは小腸を刺激して排便を促しますよとなりますけど、ピコスルファートナトリウムは大腸を刺激していく、射下成分となります。はい。なので、小腸を刺激する射下成分としては、こちらにも書いてみました。ヒマシ油でしたね。そうなんですよ。唯一、ヒマシ油が、小腸を刺激していく射下成分なので、それ以外は大腸の方なんだなと思っていただくといいと思います。はい。ということで、A は誤り。それ B は正解。そして C、炭酸カルシウムは、ということで、炭酸カルシウムは、抗菌作用により下痢の症状を鎮めますよ。なんかそんな働きがあるかもしれない。いや、そんなことないです。これ炭酸カルシウムは吸着成分だったりしますので、そんなところで C は誤りとなります。はい。そして D は、ビフィズス菌。これも正解となりますので、答えは3番が正解となりました。では、大丈夫でしょうか。次行きましょう。はい。では次、問い34番です。腸の不調を改善する目的で用いられ、抗生生薬で肝臓を含む漢方処方製剤に関する問題です。ということで、どれでしょうかということで、答えは1番が正解となります。大王肝臓糖ですね。はい。大王という生薬に関しては、これは、体に余分な熱をが溜まってる人に対して熱を取りながら下痢とともに出してくれる働きがあります。はい、ということで、
これ体に余分な熱溜まってる人としては、のぼせ、湿疹、皮膚炎、それから吹き出物とか、あとは便秘とか頭重とか、このあたりもですね、余分な熱が溜まっちゃってます。なので1行目から2行目の最初のところまでのところは余分な熱溜まっちゃってますので、この大湯を使っていきますと余分な熱取り除いてくれます。そして下痢を起こしていきますので、なのでですね、下痢の副作用が現れやすいなどの不向きの要は胃腸が要はあんまり強くない人はですね、下痢より症状がね悪化してしまいますから、そういった人には不向きですよということを言っておりますので、大腸、肝臓等がこれ該当してきますので、もう一度確認しておきましょう。はい、ということで答えは問い34は1番が正解でした。はい、では次問い35番です。胃腸鎮痛鎮経薬に配合される成分に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、はい、誤っているのは2番が誤っております。はい、ですね、パパベリンなんですけど、これは消化管の平滑期に直接働いて胃腸の痙攣を鎮める作用を示すということで、そうなんですよ、ここちょっとね、平滑期に直接働くというところをしっかりと確認しておいてください。さらに抗コリン成分とは異なりということで、パパベリンは抗コリン成分ではありません。はい、なので前のホワイトボードにも書きました、抗コリン成分ではありません。そうなんですよ。そして眼圧を上昇させる作用がないため、緑内障症状悪化を招く恐れはないようとあるんですけど、いや違うんですよ。何かというと、眼圧を上昇させる作用があるんですね。そうなんですよ、あるので、緑内障の症状を悪化させますから。なので緑内障の患者さんはですね、要相談、なるべく使うことを避けてあげる必要があります。はい、ということで、そんなところではパパベリン抗コリン成分ではないんですが、抗コリン成分ときたら緑内障等で、今の試験のところではしっかりと押さえてほしいんですけど、そしてこちらパパベリンは抗コリン成分じゃないんですが、緑内障の患者さんに要注意が必要なものとなりますので、このあたり十分に確認しておきましょう。はい、ということで2番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問い36番です。強心薬及びその配合成分に関する記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A 正解、それから B、強心薬には心筋を弛緩させる成分が主体として配合されてますよ。筋肉、心筋を弛緩ということは緩めると、収縮力弱くなっちゃいますよね。なので違うんですよ、これ弛緩ではなく収縮力を高める働きがありますから、なのでこのあたり違いますので、 B は誤りということで、5番が正解でした。では次行きましょう。問い37番です。肝腸薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、肝腸薬は繰り返し使用しても直腸の感受性の低下が生じないため、いや、そんなことないです。繰り返し使わないでください。感受性低下しちゃいますので、慣れちゃうんですよ。なので、A は誤り、B と C は正解、そして D、座剤を挿入した後はすぐに排便を試み、いや、そのまま座剤ポンって出ちゃいますから、すぐにね、排便を試みることはよくありませんので、D は誤り。ということで、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い38番です。高コレステロール改善薬及びその配合成分に関する記述の成分について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。ABC 正解です。大丈夫でしょうか。特に大豆油不健化物の働き、ビタミン E の働き、もう一度確認しておきましょう。そして D が違いますね。高コレステロール改善薬はウエスト周囲系を、減少させる送信効果を目的とした、要は痩せる効果を目的とした、そういうことはありませんので、そんなね、痩せる効果を目的として使っていくわけではありませんから、 D は誤りということで、4番が正解となりました。では次行きましょう。問い39番です。貧血症状及び貧血用薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番となります。A、鉄分の摂取不足を生じると初期の段階からヘモグロビンが減少するため、直ちに動悸、息切れなどの貧血の症状が現れますよとあるんですけど、いや違うんですよ。何かというと、初期の状態では、肝臓などに蓄えられている貯蔵鉄というもの、それから、血管の中の血液ですね、血液の中に蓄えられている血清鉄と呼ばれるもの、こういったものが初期の段階では、減少していきます。
で、その鉄分が減少していくので、確かにね、ヘモグロビンのところに少しは影響出てくるんですけど、直ちに動悸、息切れなどの貧血症状が生じてくるわけではございません。で、さらにその貧血がこうずっと続いていったりとかして、そして、さらにこう、もう組織鉄、まあ、これごめんなさいね、指、指なんですけど、例えば、爪とか、髪の毛とか、皮膚とか、そういったいろんなところにですね、組織鉄というものがありまして、そのようなところ、だから例えば今これ指の爪のところに蓄えられている鉄分とかもちょっとあるんですよ。で、それが失われてきますと、爪がこう、へこんできて、スプーンネイルって言ったりするんですけど、爪がくぼんでしまって、こうなんか、こう、スープとかすくえるぐらいのね、感じにへこんでしまう。それはもうかなり重度なね、もう貧血のかなり進行している状態になりますので、まあそんなところまではもう相当な貧血になりますけど、なので、初期はですね、貯蔵鉄とか血清鉄が減少するのみなので、ヘモグロビンの量は大きく変化することはないので、動悸とか息切れなどの貧血の症状が現れることはありませんので、は誤りとなります。はい。なので、どんどん進行していくと、症状が出てきますから、まだこの段階ではですね、そんなに貧血の症状は出てきませんよというところを押さえておきましょう。はい。そして B なんですけど、鉄欠乏性貧血を予防するため、貧血の症状が見られる以前から継続的に、鉄製剤を使用することが適当ですよ。いや、それ不適当です。なぜかというと、お薬に頼らずになるべく食事ですね。食事の改善をしていただいて、鉄分が多く含まれているようなものを積極的に摂っていただくことが好ましいです。なので B は誤り、そして C と D は正解なので4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。最後ですね。問40番です。循環器用薬及びその配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A と B は正解。それから C なんですけど、高血圧や、それから心疾患に伴う諸症状を改善する一般用医薬品は、体質の改善または症状の緩和を目的とするものではなく、高血圧や心疾患のそのものの治療を目的とするものですよ。いや、そんなことはありません。こちらはですね、体質の改善とか症状の緩和を目的としますので、高血圧や心疾患そのものの治療、これは医療用医薬品の範囲になっちゃいますので、違います。ということで C は誤りですね。はい、それから D なんですけど、三黄写真等は、抗生消薬として大黄が含まれていないので、遮蔽薬の併用に留意する必要はない。いや、留意してあげてください。これ何かというと大黄含まれてますので、なので大黄ですよね。大黄というのは漢字で書きますと大きな黄色って書きますので、こちら三黄写真等というのは3つの黄色い生薬入ってますから、こちら大黄、ね、1つ目の大きなね、黄色い生薬入ってますので、そういったところでは代用を含んでるんだなというところで、つなげて押さえていただくと良いかと思います。はい、ということで、答えはですね、1番が正解となりました。はい、大丈夫だったでしょうか。いや、ちょっと難しいのありましたね。でも全体的にはですね、そこまで大きく難しいところはありませんので、ぜひぜひもう一度復習しておきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方、ぜひ下の LINE アートなどに登録していただきますと、質問などいろいろお受けしたいと思いますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、あ、もちろん無料ですよ。はい、それでは、今日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。